ライフサイエンス統合データベースセンターの飯田圭介と申します。本日はウェブ時代における科学出版の現在と将来というタイトルで1時間1コマの講義をさせていただきます。まず私の自己紹介からさせていただきます。1965年横浜市南区生まれ、生粋の浜っ子です。1988年に東京農工大学農学部環境保護学科を卒業いたしました。そのまま大学院に進学し、東京農工大学大学院農学研究科環境保護学専攻を修了しました。農学修士です。この環境保護学科と環境保護学専攻というのはちょっと珍しい名前かと思いますけれども、最近では環境の名前つく学部や学科すごくたくさん増えましたけれども、当時は非常に斬新で、多分、昔に公害問題などの形で、環境問題が問題になった時に、全国で初めてできた環境という名前のつく、学科です。で、現在では学科再編でこのもの自体の名前はなくなってしまいました。で、実際、大学の卒業研究、それから大学院の修士課程でやっていたのは、微生物を扱った実験をしてまして、今でいうと、応用微生物学、農芸科学のような分野の仕事でした。環境汚染物質に PCB というものがあるんですけれども、その、分解する細菌を見つけてきまして、その生理作用を研究する仕事をしてきました。大学院、修士課程を修了した後、1990年に東京科学同人という出版社に入りました。この会社は科学・化学の教科書を主力とする会社で、その他生化学辞典や分子細胞生物学辞典、それからあと現代科学という化学の月刊誌も出しています。7年して今度はシュプリンガー・フェアラーク東京という会社に移りました。こちら現在社名がシュプリンガージャパンという会社になってますけれども、ドイツ系の、国際海外出版社です。で、一番の主力は、ジャーナルの出版でして、あと、英語のブック、そして、当時は、今はもうやめてしまったんですけれども、当時は、日本語の書籍も、出版してました。で、私はここでは、ライフサイエンスの分野の日本語書籍の担当ということで、担当一人でそれを一手に引き受けてやっていました。で、2004年に共立出版のタンパク質拡散酵素編集部に移りました。で、翌年2005年より編集長を務めました。このタンパク質拡散酵素という雑誌、実は2010年の1月号をもって休刊になってしまいましたけれども、創刊が1956年、ワトソン・クリックの二重螺旋の発見の4年後という非常に早い時期に出版が開始されました。日本で最も古い生命科学系の雑誌でした。で、そちらの編集長を、務めたうち、雑誌の休刊より少し前に、1909年の、9月をもって、退社し、その後、1910年に、現在所属しますライフサイエンス統合データベースセンターに、の特任技術専門員として勤めております。で、昨年2012年より特任研究員となっております。で、こうやって、現在まで一貫して、生命科学分野の編集者としてやってきました。で、最初会社を、3社ほど渡ってますけれども、この分野の編集者の方皆さん大体会社変わる人はほとんどいなくて、こうやって僕みたいに3社も移り歩いているのは非常にユニークだなというふうに思ってます。あと、それぞれ3社とも非常にカラーの違った会社でして、最初の東京科学同人は非常に古典的なクラシックな会社でした。で、教科書が主力のこともあって、ここで最初に入った会社で編集者としての基礎的なことを非常に叩き込まれたというふうに思っています。で、2番目のシュプリンガー・フェアラーク東京、これは外資系の会社なので、非常にドライで、本をたくさん出して稼いでなんぼ、いくら稼いだかということ
ところがありましたということで、非常にやはりビジネス的なところで非常に磨かれたということがあります。あと先ほども申し上げましたように、ライフサイエンスという分野をの日本語書籍を一人で任され、それでも一人で年間10冊が一応載るまでそんだけ刊行してたんですけども、ということで、編集者として本当に独り立ちできたところだと思っています。で、3社目の距離出版、ここはタンパク質拡散コースの編集部にいたんですけども、ここはまあ雑誌の編集部、そして編集長ということで、まあ雑誌のことを学んで、あとはいろんなたくさん多くの人とお付き合いをしてということをさせていただきました。そして現在の所属、ライフサイエンス統合データベースセンターなんですけども、皆さんほとんどの方はご存知ないかと思います。略称で私ども DBCLS と呼んでおりますけれども、大学共同利用機関法人情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターとなります。で、この大学共同利用機関法人というんですけれども、これは以前に文部省管轄の国立の研究所がたくさんありまして、それが大学が独法化するときに、独立法人化するときに、やはり統合化して研究機構、いくつかの研究機構を作ることになりました。それでできたのがこの情報システム研究機構、そのうちの一つなんですけれども、当時集まったのが三島にあります国立遺伝学研究所、こちらは皆さんよくご存知かと思います。あとは都内一橋ですね、皇居の近くにあります国立情報学研究所、それから数理統計研究所で、あとはなぜか南極探検などをいたします国立極地研究所、この4つが集まりまして情報システム研究機構というのが作られました。で、その後ですね、機構ができた後、私どものライフサイエンス統合データベースセンターはライフサイエンス分野におけるデータベース統合の拠点を形成することを目的として2007年4月に設立されました。で、国内のデータベースを中心にデータベースの統合化と保全に努め、利便性を高めるための情報技術の開発やポータルの整備を行う、こういう目的で活動しました、しております。で、現在はですね、主に統合化に関わるデータベースの統合化に関わる研究開発が中心となっております。さて、前置きはこれくらいにしまして、科学出版についてお話ししていきます。で、まず、科学出版、もちろん、出版の中の一分野なんですけれども、他のいわゆる出版と比べていくつかの特徴がありますので、そのことを説明したいと思います。まず1つ目、著者層と読者層がかなり重なるということがあります。一般の書籍ですと、著者は著者、読者は読者ということで、完全に分かれている、少数の著者層がいて、それを読む多数の読者層がいるという形になりますけれども、科学出版の場合はそれが割と混在していて、著者となる人もある一方では他のものの読者でもあるし、読者も著者になりうるということでかなり重なっています。そして、狭いコミュニティの中で完結しています。いわゆる出版は、例えば日本語の書籍でしたら日本全部がそのターゲットというか範囲になる、あるいは例えばその中でもかなり広いところを対象としますけれども、科学出版は非常に狭い科学コミュニティの中で完結しています。それは著者もそうですし、読者も完結しています。科学全般というよりも、例えば生命科学、あるいはもっと狭く構造生物学とか、そういう非常に狭いコミュニティの中で、著者、読者、それが全て完結しているという特徴があります。3点目ですけれども、専業の著者、いわゆる作家というのはほとんどいません。で、著者のほとんど、彼らは本職は基本的には科学者でして、研究や、教育を職務としている。例えば大学の勤めていたり、研究所に勤めたり、研究が教育が、主な職務である。そして収入自体もそこから得ている人がほとんどです。いわゆる著作業として、収入はあってもそれで食べている人は事実上ほとんどいないかと思われます。ということで、科学出版はちょっとこういういわゆる小説なり、あるいは実用書なりと比べてこういった特徴があるかと思います。そのでこの科学出版、これからお話ししていますけれども、いくつかの特徴で分類ができます。
まず一つ目は、英文と、日本語あるいはまあ他のローカルな言語という点があります。科学の、共通語は皆さんもちろんご存知のように英語です。で、基本的には、科学の出版物の多くは英語で書かれます。で、全世界が共有し全世界の研究者がまあ読みます。ただし、それだけではなくて、日本語など、ローカルな言語で書かれるものもあります。当然日本語で書かれたものは日本人しかほぼ日本人しか読めないんですけれども、そういうものも存在します。で、この2つに分けられる。別の視点として、一次文献と二次文献に分けられます。一次文献は、原著論文ですね。研究についてダイレクトにそのことを報告するものです。で、二次文献は原著論文で報告された内容なり事実なりをもとに書く解説するもの、いわゆる創設にあたるものです。で、そして、これは出版形態ですけれども、ジャーナル、と、雑誌書籍に分かれます。雑誌というのは、日本語で雑誌というと、ジャーナルとマガジンとあるわけなんですけれども、こちらで、右の方で述べている雑誌はマガジンです。そして書籍、まあブック、ジャーナルと、マガジン、ブックの2つに分けられるということです。それで、自然科学におきまして、一次文献を原著論文はほぼ 100% 英語で書かれます。そして、一次文献を、載せるのが、主に一次文献を掲載しているのがジャーナルです。ただそれが全てではなくて、二次文献。二次文献の中には、英語で書かれるものもありますが、日本語など、ローカルな英語以外の言語で書かれるものもあります。ですから、この左側の、英文で書かれた、一次文献でジャーナルに載るということで、ほぼ一つの括りになります。で、その他、その他のものが全てではありませんけれども、もう一つの分野として日本語で書かれた、二次文献創設などで、それはまあ雑誌や書籍に載る、そういうものがあります。で、今回はこの2つに分けて、以下のお話をしていきたいと思います。まず、ジャーナル原著論文についてのお話をしていきます。で、その多くはですね、国際科学出版社によって出版されています。もちろん、学会などで出されているものもありますけれども、あとで少しお話しますけれども、多くは、国際科学出版社によって出されるようになりました。お話しするのはいくつかの点でして、一つは、電子ジャーナル化ということについてまずお話しします。そして、出版社の寡占化というお話で、価格の高騰、論文数、ジャーナル数の増大で、オープンアクセス化 と、この順番でお話ししていきます。まず、電子ジャーナルについてお話しします。電子ジャーナルが環境を変えた と、見出しをつけました。20年前まで、例えば20年前、今1913年ですから、1993年、15年前でもほぼ同じだと思います。1998年頃ですねは、紙に印刷された、そして、冊子体になった、冊子の形状をしたジャーナルを、図書館に見に行くというのが当たり前でした。私自身は、1990年卒業してます、大学に出てますので、当時はもちろんその通りで、月に1度とか2回、図書館に足を運びまして、そこで、ジャーナル、自分の関係ありそうな、ジャーナルを検索して、見つけて、でコピーを取って帰るというのが、普通のことでした。ところが、1990年代の後半から急速に電子ジャーナル化というのが進みました。その結果、この電子ジャーナル化によって文献調査というのは図書館などに行かず、研究室にある、自分個人の PC から
行えるようになりました。そしてより多くのジャーナルに対して迅速に同時に行えるようになりました。図書館で行ってやる検索というのは電話帳みたいなものがありまして、それでキーワードで、や著者名などで、いろんな文献が並んでいる、そういう、まあ、そういうまたジャーナルがありまして、それを見て、あれまた別の、束を取雑誌の、想定したものをまた別のとか取ってきて、またそれを見てというふうにやってましたけれども、キーワードを入れて検索すれば、今では簡単により多くのジャーナルに対して行えるようになったわけです。そして、見つけた論文はすぐに、自分の PC にダウンロードできて、電子ファイルとして保存したり、利用したりすることが可能になりました。また昔はもたも、コピーを取ってその束を守って読んでたりしたんですけど、もっと以前になったらはコピー機もなくって、どうしたんでしょうね、青焼きみたいなのしてたんですが、そういう時代も僕は分からないんですけども当然あったかというふうに思います。というふうに電子ジャーナルによって雑誌の閲覧や検索が非常に便利になったということです。この電子ジャーナル皆さん無料で読むことができますけれども、これはもちろん無料ではないんですね。ここのこちら横浜市立大学でもそうかと思いますけれども、大学内の PC からはかなりの数の電子ジャーナル、皆さんの研究分野に関わっているところはほとんど全て自由に無料でアクセスできるようになっているかと思います。しかしながら論文に対する全文アクセスは基本的には有料となっています。大体アブストラクトとかはやめますけれども、通常は論文の全文アクセスは基本的に有料です。例えば皆さんが自宅から読もうとしたときは全文は有料で読めないかもしれません。これはどういうことかというと、大学の図書館とあと出版社、論文を出している出版社が契約いたしまして、そこで出版社に対して多額のライセンス料を支払っております。大学図書館が多額のライセンス料を支払うことによって大学内では論文の全文アクセスが可能になっているということで、皆さんは直接は出版社にはお金を払ってませんけれども、その代わり大学図書館が非常に大きい額の支払いをしているんだということです。で、このことが後にも少し述べますけれども、電子ジャーナルの成功の最大の要因かと思います。なかなか、ネット上で個々のユーザーからお金を取るのは大変、それでは商売はなかなか成り立たないんですけれども、大学図書館という大口と契約して、どっかりとそこから、契約によってお金をもらうことによって経営が非常にうまく成り立って、そのことで、急速に電子ジャーナル化が進んだというふうに考えられます。次の話題は出版、国際科学出版社の寡占化ということです。特に先ほど述べた電子ジャーナル化に伴いまして、国際科学出版社の寡占化が非常に進みました。で、吸収合併が盛んに行われました。でこれはまず最大の問題は電子ジャーナルというのは非常に、少なくとも電子ジャーナル化ということに対しては非常にコストがかかったということです。で、小さい出版社ではとてもそれができなかった。そういうことで、大きなところに合併吸収されてしまった。もう一つの面としては、たくさん電子ジャーナル化において自分の自社のプラットフォームにたくさん論文があるという、たくさんの雑誌があるということは非常にメリットです。そのプラットフォームで一度に多数の雑誌の検索ができますし、雑誌あたりのコストも非常に下がるということで、小さいところはもう買われざるを得ないし、大きいところは買いたいということで、合併吸収が非常に盛んに起こりました。で、特に電子ジャーナル化が進んだ1990年代後半から2000年代初めにかけては、本当に名前がしょっちゅう変わるみたいな感じで吸収合併が起こりました。例えば、皆さんよくご存知のセルは以前は独立した会社でやられてましたけれども、
現在は、エルズビアに買われてエルズビア傘下の雑誌になってしまいました。ということで、現在大手の2社、エルゼビア社が、こちらオランダに本拠がありますエルゼビア社が、約2500紙で、ドイツに本拠のあるシュプリンガー社が、約2000紙の電子ジャーナルを出版しています。で、まあ、この2つが大手になっているということです。次の話題、ジャーナルの価格高騰ということです。ジャーナルの価格は、1980年代から、毎年のように値上げを繰り返してきました。で、この頃1980年代は、もちろん、まだ紙媒体のジャーナルでしたけれども、それが、1990年代後半から、電子ジャーナルになってもなお、価格の高騰は、続いてきました。で、1990年以降、自然科学分野のジャーナルの平均価格は、毎年 8.5% もの率で値上がりしている。なかなかこういうのって統計情報が出てこないんですけれども、まあ、これは一つの例で、こんな、いわゆるインフレ率をはるかに超えるような割合で値上がりをしているということです。ということで、特に、先ほどの、出版社の寡占化ということを含めまして、特に最大手のエルズビアさんが自分たちは雑誌をたくさん買い占めて、かつどんどん値上げしているということで、研究者から、研究コミュニティから再三叩かれる、悪者扱いされるというふうな事態が起こっています。それで、どういう現象が起こってきたか、シリアルクライシスという現象が起こりました。これはどういうことかというと、まあ、ジャーナルの価格とかが高騰する。そして、大学の図書館の予算が増えないばかりか、特に日本では最近の独立行政法人化以降、予算が減らされる方向にある。片っぽで値段が上がって片っぽで、予算が減る。どういうことが起こる？これはもう必然で、ジャーナルを買えなくなってしまう。ジャーナルの購入中止という事態が、起こっています。その結果、大学内で閲覧可能な論文が減少すると。こういう現象が実際にもうかなりの範囲で起こってしまっている。で、このジャーナル、シリアルクライシスという言葉は、特にアメリカにおいて、1980年代から90年代にかけて言われた問題でした。で、当時は日本ではそういうことをほとんど言われなかったんですけれども、国内では特に、再三申し上げているように、大学の独立行政法人化以降、大学図書館の予算が、まあ、減らされる形になった。そういうことも相まって、特に、2000年以降、国内ではこれが深刻な問題となっています。で、ここでジャーナル出版、まあ、ジャーナルが値上がりするよとか、まあ、お金がかかるよみたいな話をしてきましたけれども、コストについてちょっと考えてみたいと思います。で、まあ、いきなり結論なんですけれども、ジャーナルの出版には、多大なコスト、いわゆる人手がかかります。で、これは私、2つ目の会社が、ジャーナルがメインに出している、シュプリンガー東京におりましたの で、私自身はジャーナルには一切関わってなくて、ジャーナルの部門は別の部門だったんですけども、単純に言ってしまえばたくさん人がいて毎日遅くまで働いていると。ジャーナル、まあ、たくさんジャーナル扱ってたのも確かなんですけども、非常に、コストと手間がかかるな。当時は、まあ、電子化が進みつつある段階だったんですけども、それは本当に実感として感じます。それでですね、電子ジャーナル化をすると実はますますコストがかかってしまったんですね。で、これ、最近では電子ジャーナル化もすっかり成熟してそんなことはないのかもしれません。ただ、電子ジャーナル化が進んだ、1990年代後半から2000年代前半にかけては、ジャーナル化、電子ジャーナル化に伴ってどん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 お金がかかる、金食い虫状態ということでした。で、出版社も含めて皆さん電子ジャーナル化するとコストが減るだろう、安上がりになるだろうとみんな思ってたんですね。それは本当に出版社も一緒でして、そう思ってたんですけども、実際やってみたらとりあえずはそんなことがなかった。
ぱり非常に設備投資が必要 で特に初期においては次から次へとやはり機能を加えなければいけない。一番単純には PDF にとって PDF を上げて見られるようにすればいいんですけれども、今の電子ジャーナルは皆さんご存知のようにいろいろ多機能になっています。これはもういろいろ設備を投資をしていろんな機能を付加してきたわけですけれども、そういうことをしているとどん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 やはりお金がかかるのが事情でした。で結局この電子ジャーナル化がお金がかかるというのが先ほど申し上げた出版社の寡占化、小さいところはとてもできない、大きいところしかできないし、大きいところもたくさん雑誌を集めれば雑誌あたりのコストが下がるということで寡占化が進んだ要因でもあります。で結局問題となってくるのはこのコストがかかる、このコストが誰がどのように負担すべきかという問題かと思います。で現在では出版社が、コストに対して値段をつけて、でそれは高いよと研究者コミュニティの側はケチをつけて、まあ、文句を言っている、まあ、それは一面事実でもありますけれども、じゃあ果たして今、大手の出版社がめちゃめちゃ儲けているかというと、儲けてないとは言えないと思いますけれども、実際にはめちゃめちゃ儲けてるわけじゃないと思います。やっぱりコストが非常にかかっている、それをある程度転嫁している。じゃあそういうわけで、じゃあそのコストをじゃあ誰がどのように負担すればいいのかということをやはり考えていかなきゃならないんだと思います。で結局出てくるのは論文は誰のものかということです。さてこの科学上昇の背景にありますのは論文数、ジャーナル数の増大です。でですね、国内で割と論調的にあるのはシリアルクライシス と、電子ジャーナル化の進展を結びつける考え方です。よくシリアルクライシスは電子ジャーナル化のために起こったというふうに、おっしゃっている方がいらっしゃいます。多分私はこれはあまり事実ではないと思ってまして、ずっと価格が上がってるって話しましたけれども、電子ジャーナル化、成熟しまして、価格と高騰時代がほぼ終焉したのではないかと思っています。これはもちろん、研究者コミュニティ側の突き上げがあったことももちろんあるかと思いますけれども、価格が先ほどみたいにインフレ率を超えてガンガン上がるという時代は一旦収束しつつあるのかなというふうに思います。で、シリアルクライシスで閲覧可能な論文は減っているというふうにも述べましたけれども、電子ジャーナル化によって、実際には閲覧可能な論文は増えました。これは今まで紙媒体として大学中バラバラにあったものが、実際には大学内にあっても物理的になかなか自由に見ることができなくなったような雑誌がジャーナルが電子ジャーナル化によって全額同じような状況で閲覧できるようになったことが非常に大きいかと思います。それで一番のシリアルクライシスの背景にはもちろん予算が減少しているというのが一面なんですけれども、もう一面には、科学の進歩そして研究者の増加によって、それに伴って論文数そしてジャーナル数が爆発的に増加している、このことが、シリアルクライシスの、最大の背景ではないかというふうに思います。特に、中国あるいは他の発展途上国において研究者が爆発的に増え、そして論文数が爆発的に増え、それによってジャーナルも非常に増えました。また科学の、進歩による細分化によっても、いろいろ小さな細かな分野、新しくできた分野の雑誌もたくさんできました。そういうことで、論文数、ジャーナル数が非常に増大しているという背景があります。さて、先ほど一つ前のスライドで論文は誰のものかという話をしました。そのことからオープンアクセス化というものの流れができています。つまり原著論文というのは、科学出版社のものではない、エルゼビアなり、シュプリンガーなりのもので、彼らが勝手に値段をつけて、研究者に売りつける、そういうものではない。原著論文は、研究者コミュニティのものだ、研究者コミュニティが書いて、そして研究者コミュニティの人が査読をして、研究者コミュニティの中で読む、そういうわけなんだから研究者コミュニティのものじゃないかと。一歩進めると、原著論文は
納税者たる、国民のものではないか。つまり、ほとんどの研究は、公費で行われている。公費を支払っているのは納税者たるそれぞれの国民で、結局、スポンサーは国民なわけです。ですから、現地論文は、やはりそれは国民全部のものではないか。ここをもう一歩進みますと、現地論文は全人類のものではないかと。現地論文というのは結局科学の進歩、科学の進歩の一番の最前線であるわけですから、それはもう、全人類共通の財産なんではないかと。そういう考え方が、広がってきました。まあ、ある意味当然のことかと思うんですけれども。で、ここで出てくるオープンアクセス化。要するに、端的に言いますと、論文が、インターネット上で、誰でも無料で読めること、これをオープンアクセス化と言います。このオープンアクセス化を、実現する一つの方法として、オープンアクセスジャーナルがあります。まあ、要するに、インターネット上で論文がタダで読める雑誌です。で、まあ、これ最近増えてきて、いくつかのパターン、いくつかの雑誌があります。で、紹介していきますと、一番オープンアクセスジャーナルとして、まあ、一般的というか普通に分かりやすいものが、著者支払い読者無料モデルというものです。で、これは、論文の著者が、掲載料という形で、出版社に対し、オープンアクセスジャーナルの出版元に対し支払いをします。そのことによって、ジャーナルのコストが賄われて、読者はインターネット上で無料で読めるというものです。で、この例としては、一番代表的なものが特に生命科学系ではプロスというものがあります。プロスバイオロジー、プロスジェネティクス、その他、プロスの名前のつく、オープンアクセスジャーナルが、たくさんあります。あるいはプロスワンというものも最近、後ほどちょっと話しますけども出てきています。で、これの購読料なんですけれども、1350ドルから、2900ドル。で、ただ、この1350ドルというのは、後で話します、プロスワンのものでして、これだけちょっと例外的に安くなってまして、他のものはすべて、2000ドル以上、平均して2200とかそのくらいの額の、掲載料を取っております。それから、もう一つ大きなものとして、バイメドセントラルという会社があります。これは、オープンアクセスジャーナル専門に出す雑誌でして、200とかかなり多くの、オープンアクセスジャーナルを出しているはずです。で、これも、購読料が、685ドルから2700ドルです。ただ、この685ドルというのはかなり例外的な、安い一紙でして、基本的に大部分ほぼ全てのものは2000ドル以上、やはり平均で2200とかそのくらいになるかと思いますけれども、そのくらいの額を掲載料を取っております。で、このバイオメドルセントラルですけれども、独立系の会社でしたんですけれども、少し前にシュプリンガー社に買収されて、シュプリンガー傘下の一部門になっています。ただし、資本はシュプリンガーですけれども、独立して部門として独立して現在でも活動しているようです。その他ですね、ここでは開けませんけれども、いくつか新しいオープンアクセスジャーナルは出てきています。一番有名なネイチャーは、今2つのオープンアクセスジャーナルを持っています。1つは、ネイチャーコミュニケーションズ。で、これはですね、ハイブリッド誌といって、オープンアクセスジャーナルとオープンアクセスジャーナルじゃないのが混ざった雑誌です。ですから、そのうちオープンアクセスのものは誰でも、購読してなくても誰でも無料で全部読めるんですけれども、そうじゃないものを混ざっていて、それは購読していないと読めない。で、オープンアクセスのものに対しては、掲載料は、なんとこれは、5000ドルです。非常にお高い、さすがネイチャーだけだとお高くなっています。もう一つ、サイエンティフィックリポーツという雑誌をネイチャーは出しています。で、これはですね、実はプロスの出しているプロスワンも全く同じビジネスモデルなんですけれども、一つは掲載料が安いです。1350ドル同じです。そして、これはですね、査読はきちんとすると、査読はきちんとして科学サイエンスとしての厳密性はもちろん保つんだけれども、ただし
サイエンスにおける、重要性というのを勘案しない、ほとんど影響力というのを考えないということを謳われています。つまり、ネイチャーなり、ネイチャーの姉妹誌なりはその論文が、サイエンスにおいて意義があるかどうか、インパクトがあるかどうかということを非常に重視して掲載するかどうか決めますけれども、この雑誌はそうじゃなくて、言ってしまえば内容さえ間違ってなかったら、載せて、そのが影響力があろうとなかろうと、価値があろうとなかろうと載せてあげましょう、そういう雑誌です。で、そういうことによって、多分採択率を非常に高くしている、たくさんの、多くのものが載る。でそのことで値段安くして、掲載率を高くしてたくさん載せる、まあ、薄利多売みたいな形で、まあ、お金を儲けようという、そういうビジネスモデルです。で、あとセルも、一つオープンアクセスジャーナル出してまして、これは、さっき報道の、ネイチャーコミュニケーションズと文字です。セルリポーツという雑誌なんですけども、これも、掲載料が、まあ、$5,000、まあ、これはハイブリッド誌ではないんですけども、ということで、まあ、こちらもお高い雑誌でをセルの名前がつくのが一つ出てる。オープンアクセスの、この著者支払い読者無料モデルとしてはそんな感じになっています。で、あとですね、著者が、他のオープンアクセスジャーナルではないんですけれども、著者が追加料金を支払うことでオープンアクセスにしますよというモデルがあります。すなわち、普通の購読料を払ってないと、読めない雑誌なんですけれども、著者が特別に、お金を払うとそれはオープンアクセスするというものです。これ、代表的なのが、シュプリンガーオープンチョイスというもので、これは、ユーロですね、2200ユーロ、多分$3,000、約大雑把に$3,000ぐらいの感じだと思いますけれども、を、支払うことによって、あ、今ユーロそんなことないか、ドル確か変わんないか、はい、すいません、著者が、追加料金を支払うことで無料になります。でシュプリンガーは基本的に全ての雑誌についてジャーナルについて、このスプリンガーオープンチョイスという制度を持ってまして、どんな雑誌でも著者がこのだけの料金を払えば、オープンアクセスにするということにしています。確か、7% とか 8% とかそのくらいのものが、シュプリンガーオープンチョイスを選んでいるというようなことを聞いたことがあります。もう一つ、皆さん身近な例としては、日本分子生物学会が出してます、ジーン2セルズ、こちらも$3,000を著者が支払いますと、オープンアクセスになります。別のモデルとして、一定期間、当初は購読料を支払った人だけ読めますけれども、一定期間だけした後、無料になるという雑誌はいくつかあります。有名なもの、代表的なものは、一つはプロナス。プロナスは、掲載出版後、半年経つと全て無料公開になります。それからサイエンス。サイエンスも出版後1年経つと全て無料公開になります。あと、冊子体は冊子体で有料で購読してるんですけども、電子代のみ無料、電子版は無料だよというものはいくつかあります。代表的なのは JST、科学技術振興機構でやってます電子ジャーナルのプラットフォーム、 JSTAGE。J ステージで出しているものは小さな国内の小さな学会が使っているのがほとんどなんですけれども、それはかなりのものが電子版は無料として公開されています。こういったオープンアクセスジャーナル、こういったものが最近出てどんどん増えているというのが実際です。ところで、当然オープンアクセスジャーナルにも問題点、課題があります。最大の問題はオープンアクセスジャーナルが、掲載料として課金している金額、これは、実際の出版費用、これでは実際の出版費用を賄えないのではないかということが言われています。で先ほど申し上げましたように、大体オープンアクセスジャーナル安いものは、$2,000ぐらい、高いとも$5,000とかいうものもあるはずです。で、実際の出版費用、これは、雑誌にもちろんよりますし、なんとも、さまざまなんですけれども、一つ一論文あたり、例えば$3,759という試算があります。でなかなか、実際問題として$2,000取るぐらいでは、賄えないということが言われています。実際に、プロスは立ち上げてしばらくした後、経営危機が伝えられまして、
補助金や寄付などで、まあ、なんとか立ち直った。現在では大丈夫みたいなんですけども、そういうこともあります。でまたそういうこともあって、後発のオープンアクセスジャーナルは、例えばプロスワンや、サイエンティフィックリポーツのように、安くてたくさん集めるモデル、あるいは、ネイチャーコミュニケーションズや、セルリポーツのように5000ドルと高い、そういった形で、まあ、これをなんとかクリアしようとしているわけです。あと、まあ、これはどうしても、なかなか電子ジャーナルシステムの、困難、長期的な維持、技術的変化への対応が困難なことはありえます。これはやはり資金面での安定性がないということはやっぱり一番大きな理由、まあ、あとはどれだけ出版社の後ろ盾があるかということもあるかと思いますけれども、そういうことが挙げられます。で結局の問題はこのオープンアクセスいいことのようなんですけれども、その費用を誰がどのように負担するか、これがやはりこれからの最大の問題になってくるかと思います。でまあ実際は皆さん例えば20万30万という額なんですけれども、まあ、研究費で支払うことになるかと思いますけれども、例えば、ハーバード大学とか、あと英国のウェルカムトラストとかは、オープンアクセスの費用を負担するというふうに、しています。あと、まあ、逆に、NIH とかはオープンアクセスに自分たちのファンドしているものは必ずオープンアクセスの形にしなさい、これはオープンアクセスジャーナルでなくても、ここでは話しませんけれども、レポジトリの形でもいいんですけれども、そういうふうにしろというふうに義務付けています。でこれからやはりこの費用をどういうふうに負担していくのかということをやっぱり研究者コミュニティとして考えていかなければならないというふうに思っています。はい、ここまでが、前半の英文ジャーナルの話です。でここから、話が変わりまして、日本語の、雑誌書籍創設の話に、ガラッと話を変えていきます。でもちろんこれは、日本国内の出版社によるものです。で話題といたしましては、まず日本における出版流通システムについて簡単に紹介します。それで雑誌書籍とウェブとの競合が起こっているんだということを話します。まず日本の出版業界の基礎データを簡単にお話します。2012年の書籍雑誌の推定販売金額は1兆8000億円を下回る見通しになりました。これは昨年末に新聞報道でもなされましたけれども、まだ確定した金額は出てないかと思いますけれども、大体このくらいの数字、ちょっと前まで書籍雑誌は2兆円産業と言われてましたけれども、それからもう1割削られてしまってと。で1996年、今からこの数字から16年前ですか、16年前には過去最高の2兆6563億円の金額がありました。それから、右肩下がりに一直線に下がってきてしまって、現在では昨年ではその3分の2になってしまったということです。もう一つ、今度は書店数、これは2002年5月のデータなんですけれども、14,696店国内にはあるというふうにされています。これもですね、先ほどの、とほとんど一緒なんですけれども、13年前ですか、これよりも15年前、1997年には過去最高の 22,279 店あった。これもやはり同じぐらいの期間で、3分の2になってしまった。これはちょっと驚くべきことなんですけれども、全国の自治体の 17% にあたります317の市町村には書店がないそうです。で例えばここは横浜市で、横浜市はもちろん、書店たくさんあると思います。ただしそれがもっと地方の町や村、あるいは市でも、書店のないところが317、自治体の 17% もある。これはやはりちょっと個人的には驚くべき数字というふうに思います。あと出版社数は、これは2011年の数字ですけれども、3734社と言われています。
これはですね、減少傾向はありますけれども、上の2つほど急激な減少はしていませんで、非常になだらかに減少しているという状況です。で、日本の出版社はほとんどが中小というか零細企業ばかりです。で、大手は皆さんご存知の出版社、小学館、集英社、講談社、角川書店、そのくらいが大手になるかと思いますけれども、言ってしまうとみんな漫画雑誌を持ってるところですけれども、そういうところは非常に大きいといっても、大企業とは言えない規模ですね。有名な会社ですけども、あとほとんどは本当に30人以下、10人以下、あるいは2人、3人、1人という会社もたくさんあると思います。そういう小さい会社ばかりであるということです。で、それらが出す新刊点数は、やはり2011年で75,810点。これは実はすごい数でして、1年365日で考えます。ですので、1年あたり200点もの新刊が出てくると。で、こんなにたくさん出ても、もちろん誰も読めませんし、大きな書店さんでも、ね、なかなか毎日2000点、200点ずつ並べていくのは大変。ということで、非常にたくさんの数の出版物がある、だということが言えます。で、日本の、出版には、2つの大きな特徴的な制度があります。1つは、再版制度。これはですね、出版社が書籍、雑誌の定価を決定し、小売書店で、定価販売ができる、そういう制度です。その結果、全国どこでも本の値段は同じです。それから、古くなっても値段は変わりません。で、これは実は非常に変わった制度でして、他のものではあまりありえない。例えばテレビは同じテレビでも、お店屋さんによって売ってる値段は多分全然違います。それから、時間によっても違います。出た時は高くて、だんだん古くなっていくと値下がりしていくのは普通です。また、値段は基本的には小売店さんが決めてるはずです。今全部カタログには、オープン価格と書いてあって、小売店さんが自由に値段が決めるようになっています。ただし、本はこれは違う。これは、書籍、雑誌、新聞、音楽 CD、音楽テープ、レコードの著作物6品目に限って、独占禁止法によって認められている例外なんですけれども、これらのものは、出版社の値段を決めて、書店さんはその値段で売らなければいけない。で、どこ行ってもそれが古くなっても同じ値段であるということです。で、これは一応、著作物を文化物の保護的な観点から保護している法律なんですけれども、ちょっと変わった点として、この中には、DVD は入っていません。で、再版制度が最後に改正された時、まだ DVD が、メジャーになってなかったので、入ってない、そういう理由なんですけれども、音楽 CD はですから、どこの CD ショップ行っても値段は同じはずですけれども、 DVD は値段が違います。もう一つ、委託制度というのがあります。これはどういったものかというと、出版社が問屋さん、これ取り次ぎと呼ぶんですけれども、を通じて書籍を一定の期間を定めて書店に委託し、その期間内、ある期間内に売れたものについて代金を受け取り、売れ残ったものは返品してもらうというシステムです。で、つまり本屋さんに並んでいるのは、あれは本屋さんがですね、仕入れて、お金を払って仕入れて並べているものじゃなくて、出版社が置かせてもらっているものなんですね。それで、出版社が、ある一定の期間置かせてもらっていて、売れたら、その分、お代を、仕入れの値段を払う。で、あと売れなかったら、本屋さんにそのまま返しちゃっていいよと。そういうシステムなんですけれども、問題点として、そうなると書店さんの意向と離れて、取り次ぎによって勝手にと言うとあれなんですけど、配本が実際に行われてしまっています。書店さんがこれが欲しいからといってお金を払って仕入れるんではなくて、間に立つ問屋さんがですね、勝手にこれ並べてくださいと流すと、そういう形が行ってしまっていると。あとですね、
本屋さん書店さんがお金を払って仕入れてませんから、書店にとってリスクは低いんですね。ただし、それ以上に利益率も非常に低くて、なかなか儲からない、書店が儲からない体質になってしまっていると。この制度ではなかなか儲からないようになってしまっている。これがやはり、書店がどんどん減っていく大きな理由になっています。で、返品率が、本が売れなくなるとともに返品率が非常に上昇してまして、本が、出版社から書店に来て、またそれがまだすぐ戻ってくるですから、まあ、それが、非常にコストかかる。で、返品率現在 50% 近い数字と言われてますけれども、その上昇が非常に大きな問題になっています。で、実は出版社は、情報産業みたいなものではなくて、製造業であったり流通業であったりする側面が非常に強い商売です。で、出版社としてかかるコスト、編集費、それから、著者に支払われます印税、まあ、こういういわゆる情報的なところにかかる費用のほか、紙代や印刷代、これがかかります。まあ、これは製造業っぽいコストですね。で、その他ですね、倉庫代や輸送代など、それにも非常に莫大なコスト、これはもう流通関係のコストですね、が非常にかかっている。それで、先ほど言ったように再販制度、委託制度のもと、本が書店、末端の書店まで流れて、それが戻ってきて出版社まで戻ってくるということを本は非常に繰り返しています。で、輸送代など、まあ、非常にコストがかかっている。あと、本というのは非常に多品目、少量多品目のものですから、で、いっぺんに生産します。印刷というのは一部一部するんじゃなくて、まとめてバンとしないとコスト的に合わないので、1000とか2000とか1万とか印刷します。で、それは基本的には倉庫に置いといて、少しずつそれを出荷していって、まあ、1年2年3年という形で売り切る、そういう形を取るんですけれども、そういうことで倉庫代みたいなものが莫大にかかります。で、今までいた出版社どこもそうなんですけれども、大きい倉庫持ってます。大体地方にある、地方といってもちょっと郊外、なんか埼玉県の、川向こうあたりが多いんですけれども、みんな倉庫持ってまして、そこへ行くともう本当に本が山積み、まあ、カビ臭いちょっとチケットの本が山積みになって、在庫としてなって、で、まあ、こんだけの本売れるんだろうか、なくなるんだろうかと本当に驚くような量が大量に詰まってます。で、そういう、まあ、倉庫を維持するのにも非常にコストがかかってしまっているということです。で、まあ、先ほど述べた再販制度、委託制度のもと、著者から出版社、取り次ぎ、書店、そして読者という強固な、まあ、流通システムが構築されているわけです。で、その中でですね、400近い、先ほど言った4000近い出版社があって、1万5000弱の書店がある。この2つは非常に大きくて、零細なものが多いんですけれども、それを、取り次ぎという、問屋さんがつないでいます。で、これ、大手2社、東販と日販で約7割のシェアを持っていると言われているんですけれども、それが物流機能、そして、金融機能を一手に担っている。詳しくは言いませんけど、お金についても実際やり取りは、取り次ぎさんが扱っていますので、まあ、担っているということは起こっています。で、これが、まあ、現在となっては非常に硬直化したっているんじゃないかなということは言われています。はい、で、2010年は、電子出版元年というふうに言われました。で、そのインパクトとして言われていたのが、先ほど言った、製造業、流通業から、真の情報産業になるのではないかと言われました。というのは、この著者、出版社、取り次ぎ、書店、読者という現在の出版流通において、電子出版になると、下流川島の部分、出版社から取り次ぎ、書店、読者というものがいらなくなっちゃう、なくなっちゃうんじゃないかと、出版社からダイレクトに読者に行くのではないかというふうに言われました。あるいは、まあ、オンライン書店を介してですね、川島部分が消滅するんじゃないか。そのことによって今、まあ、出版業界では出版社、それから印刷所、取り次ぎ、これが、まあ、三位一体の、まあ、強力な構造を取ってるんですけども、それが、まあ、解体するんじゃないか。あるいは出版社においても、いわゆる、編集している部門のほかに制作部門、それから販売部門
があるわけなんですけども、まあ、そこの部分2つの部分には大変革が起こるだろう。もういっそ出版社なんかいらなくなっちゃうよと。もう著者が自分で電子書籍作って、それ例えばアマゾンみたいなところを上げちゃえば、で読者に買ってもらえばダイレクトに売っちゃえばいいじゃん。あるいはまあ編集者だけは必要かもしれない、その仲立ちをする編集者だけはいるかもしれないけれども、そうしちゃうと出版社はいらなくなっちゃうね、そういうようなことがインパクトとして言われてました。まあそう言って言われたんですけれども、まあ実際なかなかどうなんでしょう。もう2013年になってしまって、実際そのようなことは全く起こっていない。まあ電子出版まだ実際的には全然日本国内では動いてないというのが実際です。ただし、まあ昨年2012年には、ずっと、黒船と言われてた、アマゾンが電子日本国内でも電子出版事業を始めました。で Kindle も発表しました。で、iPad などのタブレットも、爆発的に、増えていると。そういうこともあって、くるくると言われてた、黒船が、やっと来たわけですから、まあ、これから変化が起こるか可能性があります。でその点はやはり注視していきたいというふうに思っています。というわけで、出版業界右肩下がりということで、あまり景気いい業界ではありません。売上の減少、書籍離れ、書店離れということが起こっています。で読者はいわゆる読者というか、ユーザーですね、ユーザーは書籍や雑誌を買って読むよりもインターネット、ウェブを読む方にみんな移行してしまっていると。それが実際です。でこのウェブなんですけれども、まずちょっと音楽 CD の場合、出版業界よりも先にウェブへの移行が進みました。音楽 CD の場合見ますと、かつてはこれは5000億円市場と言われてたそうです。ところが、現在の市場は、2000億円しかなくなってしまいました。で、それをその間音楽配信が進んだんですけれども、音楽配信は現在でも8000億円しか市場がないそうで、合わせて2000音楽 CD とか音楽のマーケット、そういう楽曲のマーケット、今では2800億円で、2200億円はなくなってしまったわけですね。でうまく、ウェブに移行してオンライン化して、それが補填されて業界としての規模が小さくならない、大きくなれば、それは良いことなんですけれども、実際にはそういうことが起こらなくて、規模は、縮小してしまっていると。で結局もちろん CD ショップは潰れて困るのももちろんなんですけど、そんなことよりもやっぱり一番このことで被害を受けているのが、一番上流のアーティスト、歌手や、まあ、演奏家、作曲家、そういう方々じゃないかなというふうに思います。出版業界でもまあこれからそういうことが起こるというふうに、まあ、既に起こってるんですけども、どんどん進んでいくんじゃないかと思ってます。でこれはもう科学出版においても全く同様で、まあ、象徴的なのが、相次ぐと書きましたけれども、生命科学分野の雑誌もなかなか立ち行かなくなっていく、営業的に立ち行かなくなっていくというのが実際です。ということで、述べたように、雑誌書籍とウェブとの競合が進んでいると。でいわゆるこういう雑誌書籍といった紙媒体はウェブ上のコンテンツと競合してしまっている。でこのウェブ上のコンテンツなんですけれども、ウェブというのは基本的にただの文化です。ウェブインターネット上のものは大体ほとんどのものがただで読めて、みんなそう思っている。で先ほどのやはり電子ジャーナルが成功したのは、このただのジャーナルにただの文化というのにきれいに乗っかったことがやっぱり成功の原因、大きな原因の一つだというふうには思っています。そしてあとウェブ上のコンテンツは非常に大量です。でかつ、玉石混交でいいものも悪いものも混ざっている。かつその区別がなかなかできませんということで、最近ある、インタビュー記事で読んだんですけれども、今ネットにあるコンテンツはプロが宣伝のために作ったものとアマチュアが趣味で作ったものしかない。プロが本気で作ったコンテンツはネット上には今ない。こういうことを、加藤貞明さんという方がおっしゃってました。これ非常に、感銘を受けまして、全くその通りだなというふうに、思っております。
ということで、科学における、日本語コンテンツ、ここから、科学出版の話に移っていきますけれども、これまで、良質なコンテンツは、主に出版社が雑誌や書籍などの紙媒体として発信してきました。ところがやはり科学においても紙媒体あるいは雑誌体のコンテンツを読む研究者は減ってきてしまっています。で特に、若手の方多く減ってきてしまっていると、皆さんの多くも実際そうなんじゃないかなというふうに思います。そういうこともあって、良質なコンテンツの提供、この面において、出版社の機能は、出版社自体、不景気で苦しい、例えば雑誌の刊行もままならないなどいうこともあって、機能はだんだんに、失われつつあるというのが実際のところではないかというふうに考えています。そういうこともあって、はい、でウェブへの移行もあって、じゃあこれからはやはり、ウェブにおいて良質でかつ信頼できる日本語コンテンツが、求められているのではないかなというふうに思います。ということで、求められているんだったら、出してやろうじゃねえかということで、私ども、ライフサイエンス統合データベースセンターは、新たな日本語ウェブコンテンツを、発信するようにいたしました。で、一つは、ファーストオーサーズライフサイエンス新着論文レビュー、もう一つ、リーディングオーサーズライフサイエンス領域融合レビュー、この二つの、新たな日本語コンテンツを立ち上げて現在発信しております。で以下、この二つについて、ご紹介していきたいと思います。まず、新着論文レビューの方です。これは新着論文レビューの、トップページです。これはインターネット上で、誰でも無料でアクセスで読めるんですけれども、特に、URL は、示しません。新着論文レビューと、ググってくれれば、一番頭に出てくると思います。一応、例としてこちら横浜市立大学こちらの、教授の、大野先生のところで出したお仕事 を例にここでは挙げています。こちらの、ファーストオーサーズ新着論文レビューなんですけれども、これはネイチャー、サイエンス、セルなど、トップジャーナル、そちらの白石麻衣氏なども含むんですけれどもに掲載された、日本人を、第一著者とする、生命科学分野の論文につきまして、その論文の著者自身の手により日本語によるレビュー解説記事ですね、これを解説いただいて、ウェブ上にていち早く無料で公開する、とそういうサービスです。こちらはですね、1910年の9月にスタートしまして、本日まで427本のレビューを公開しています。だいたい毎月10本から多いと20本ぐらい、多少ブレがありますけれども、年間でいうと150本から180本ぐらいの本数を出しております。でこちら公開までどういうプロセスで出しているか簡単に説明しますと、先ほどの対象とするジャーナルネイチャー・セル・サイエンスで、ネイチャーとセルの姉妹誌、こちらの、出版状況 をメールアラートやあと RSS などで、常時チェックしています。それで、対象となる、ジャーナルが出てそうすぐ進みまして、実際その対象となる、論文が出版されましたら、もう即座にできるだけ早くメールにて、執筆のお願いをしています。それで、先ほども述べたようにいち早く掲載するということにしてますので、できたら2週間、非常に短い時間なんですけれども2週間で執筆いただくようお願いしています。そして、いただいた原稿は、原稿受領から、2週間で、頑張って制作公開して、しようとしています。で、このプロセス、原稿を、編集作業を行って、で、著者構成の形で著者にご覧いただく、そして最終的に修正して、
ウェブ上で実際公開する形でもう一回著者に見ていただくと、そういう2つの、著者の確認のステップを挟んでまして、まあ理想的にはですから4週間、長くても、最悪でも2ヶ月以内には必ず出版するというふうに決めてやっております。こういうサービスです。でまあ対象としてますジャーナルは、今20ありまして、この20大体、インパクトファクターで、生命科学分野のトップ20普通の、というふうに考えになっています。はい、でもう一つのサービス、領域融合レビューの方の、トップページです。これも、領域融合とでも、ググっていただければ、戦いすぐ出てきます。まあ、構造生物ということで、文政研東大文政研の戸張先生にお書きいただいたものをトップページに上げてますけれども、先ほどと、まあ、ほとんど変わらないんですけれども、より雑誌っぽくということで、ナンバーとボリュームとページで、示すようにしてたり、あと DOI ナンバーを付与していたり、あとはこちら、PDF ダウンロードというボタンがありまして、こちらを押すと、雑誌みたいな紙面のスタイルみたいな PDF が簡単にダウンロードできるようにしたりというふうに工夫したりもしています。さてこの領域融合レビューなんですけれども、生命科学において、注目される分野学問領域における、最新の研究成果につきまして、その分野の第一線の研究者に、日本語のレビュー解説記事を執筆いただいてウェブ上で、無料で公開するとそういうサービスです。これはですね、昨年、2012年の9月に公開開始しまして、本日までに、10本のレビューを公開しています。大体ですね、できたら、月に2本ぐらいのペース、もうちょっとできたら出していって、今年からは年間30本ぐらい出していけたらなというふうに考えています。で、この領域融合レビューなんですけども、学会と私どもライフサイエンス統合データベースセンターの共同で運営しております。で現在、4つの学会に協力いただいておりまして、日本分子生物学会、日本タンパク質化学会、日本細胞生物学会、日本植物生理学会、この4つの学会に協力いただいています。でこの協力学会はそれぞれ、編集員を推薦くださっています。それぞれの学会から、推薦いただいた、合わせて10名の編集員の方がいらっしゃいまして、それの方々によって編集委員会を構成しています。でこの編集委員会で執筆者と執筆テーマ、それからあと厳密な査読を行っているんですけども、その査読者、その選定を行っています。でこの協力学会が、領域融合レビューにおいては学術面を担当している。で、私どもライフサイエンス統合データベースセンターは編集作業、それから制作作業、そして公開、実際その実務、事務的な作業を全て行っております。そういうことでライフサイエンス統合データベースセンターが実務面、制作面を担当するということで、この2社の共同によって、領域融合レビューは運営されております。で車の両輪として書きました、新着論文レビュー、領域融合レビューともに、専門分野の異なる人を対象と考えています。つまり、例えば構造生物学の関わるレビューについて、それは構造生物学の研究者専門家に読んでほしいのではなくて、他の分野、例えば微生物をやってる人、マウスの遺伝学をやってる人、植物をやってる人、そういう同じ生命科学分野でも違う分野の仕事を研究をしている人に読んでほしいと。で、日本語でレビューをやるということはやはり分かりやすい、読むのが楽ということがありますから、そういうこともあって、専門分野の異なる人を主なターゲットと考えている。そういった時に新着論文レビューは、1本の
論文、立法の論文に対してこれを解説するもので、まあ比較的短いレビューとなっています。あと速報性というのは重要になっています。領域融合レビュー、こちらの方は、ある学問分野領域、まあ、生命科学のある、まあ、特定のある程度の分野領域を、まあ、総合的に解説するものでして、分量としても比較的長いレビューになります。で、まあ、かなり、歴史的な背景を書いたり今後の展望を書いたりで、まあ、速報性というのは、上ほど新着論文レビューほど求められていないと。でこの2種類のレビューはやはり日本語コンテンツと考えたときに双方的で、まあ、お互いを相補うもので両方が重要だろうと考えておりまして、まあ、この2つ2種類を今後とも、発信し続けていきたいというふうに考えております。で、新着論文レビューと領域融合レビュー、3つのキーワードを考えています。1つは編集、そして共有、そして信頼性、この3つです。まず編集ということ、先ほどもちょっと言いましたけれども、とにかく分かりやすいということを考えています。で、そのためにはとにかく編集が大事なんだということを思っています。具体的にはいただいた原稿そのままではこれは実際問題として、特に先ほど言ったような専門外の人が読んだときに読みやすい、分かりやすいものにはなっていません。これは実際のところです。これを分かりやすくするためには実際には、編集作業で相当に手を加えています。あとですね、図についてもこれは全部すべて作り直していますという、こういう編集が大事で、編集というと、まあ具体的にどういうことをするか、これは昨年度のこちらの講義では編集ということを非常にかなり詳細に述べさせていただきました。今年はちょっと趣を変えてということですので編集の話は基本的に一切しません。もし興味がおありの方は昨年度の講義を私のライフサイエンス統合データベースセンターでやっています動画コンテンツ統合 TV というところで公開してますので見ていただければと思います。で、まあ、簡単に言うと一つは用語用字日本語レベルの統一をする、それから専門用語テクニカルタームをきちんと統一する、でその上で一文一文を吟味して分かりやすいように直していくと、そういう作業を行っております。そのことによって、まあ、分かりやすいものができている、編集が大事というふうに考えています。2つ目、共有ということです。コンテンツは誰のものと書きました。コンテンツを共有する仕組みが必要だろうというふうに考えています。先ほども述べましたけれども、この、新着論文レビュー、領域融合レビューにおいても、著者も読者も皆さん、同じ科学コミュニティの一員です。ですからお互いの間で、読んでもらって、そして、まあ、場合によって引用してもらって初めてその価値が生じる、そういったものかというふうに思っています。でまたこういうコンテンツ、ウェブ上のコンテンツをみんなが共有することで何か今までと違う新しい価値が生じる可能性もあるというふうに思っています。ちょっとここちょっと話題を変えて少し詳しく話していきたいと思います。知的財産の公開共有と保護ということなんですけれども、科学サイエンスはある知見が発表されそれをもとに新たな知見が得られることで進歩する、そういう形で進歩してきたというふうに言えるかと思います。これはもう歴史的、非常に一般的な話で歴史的にずっとそういうことだと思うんですけれども、例えばニュートンが万有引力の法則を発見してそれをまあ発表公開したと。で歴史的にはガッと進んじゃいますけれども、
ニュートン力学をもとに今度はアインシュタインが相対性理論を見出してそれを発表した。でまた現在ではその一般相対性理論に対してまたさらに拡張が試みられているわけですけれども、そういった形である知見が発表されて、それに対してまたそれを第ベースとしてそれにまた新たな知見が加えられる、それぞれを発表していく、そういう形で進歩しているわけです。ですからそういう知的財産を公開して共有することが根本的に重要なわけです。しかしながらそれとはまた別として、知的財産というのを保護して独占的に利益を与える、そのことをインセンティブとするという仕組みも、科学においては必要です。でその代表的な例は特許権。特許権というのは、発明をした人に独占的期間を定めて独占的な権利を与えて、まあ、利益 を与えられ得られるようにするシステムです。著作権もやはりそれと同様で、まあ、知的財産植物を保護してやはり独占的に利益を得られるような仕組みです。でまあずっと申している科学出版、出版という全般はこの著作権に基づいて、著作権を、まあ、前回の昨年の講義では著作権についてもいろいろ話しました。それもやはり同様に、今回は著作権について詳しい話はしませんけれども、この著作権を譲り受けるあるいは借りることによって、商業出版を行っています。このある意味、2つ相反するものが重要なわけです。でまあこの公開性と著作権を考えていくと、特にこれから将来に向けて科学においては、まあ、特に著作権ということに絞りますけれども、著作権により強い制約を設けて著者および出版社が多大な利益を生み出す、あるいは生み出そうと考えることよりも、まあ、最低限の制約としてその下で広く共有することで、まあ、コミュニティ全体の利益とする方が望ましいのではないかと考えています。これは何も著作権をなくそうと言っていることではなくて、必要以上に強い制約を与えるのではなくて、最低限の緩い制約で、その範囲で著者あるいは出版社が利益を得られるように、コストは賄えるように、出版社も、一定の利益を得られるようにした上で、まあ、できるだけコミュニティ全体で共有した方がいいよと、そういう趣旨です。で特に、ウェブ上のコンテンツですね。でこれは、ただの先ほども言ったようにただの文化が広がっているわけで、なかなかそこから、直接的な利益を得るのが難しい、直接的に金銭多額の金銭を得ることが難しいのが現状です。そういうところにおいて編集制作にかかるコストを誰がどのように負担するかというのは、やっぱりこれから考えていかなければならない問題かというふうに思っています。そしてもう一点、アナログからデジタルへ、こういう流れが、実際にあります。これまでの、紙媒体雑誌や書籍などは完全な複製の不可能な、行き止まりのメディアでした。いわゆるフォトコピーを取れますけれども、それも当然劣化してしまいますし、あとはいわゆる再利用みたいなことはできない。ところがデジタルデータは劣化、全く劣化することなく、ほとんどコストかけずに複製することが可能です。あるいは加工したり再利用もできます。言ってしまえば、コピペすることが、コピー&ペーストしてそのまま再利用することができるわけです。それは紙媒体では不可能です。そういうこともあって、これからどん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 デジタル化進んでいく、そういった時に、そういうふうに、複製加工再利用が可能な形になっていることから、現在アナログデータのまま始動されていたコンテンツ、これらのデジタル化みたいなことも含めて、コンテンツの共有再利用による有効活用を考えるべきではないかというふうに考えます。で、タンパク質拡散コースの編集部にいたときに、何しろ50年以上の歴史のある雑誌なものですから、応接室に、製本されたバックナンバーがずらっと並んでました。ものすごい、本棚2
2つ分ぐらいあるんですけれども、それを見てその中に多大な情報が多分価値のある情報があるんだなと思ってましたけれども、そうやって製本紙媒体の製本されて本棚に収まってるわけでは誰も見ない、とても見ることができない、どこに何が書いてあるかもわからないし、開いてみるのも難しい、まあ、ということで、まあ、これをなんとか有効利用できないかなというふうに実は思ってました。でそんな時、今いるライフサイエンス統合データベースセンターからお話があって、タンパク質拡散コースのバックナンバーを自分たちのところでデジタル化して公開できないかという話がありました。でこれは絶対僕はいい話だと思いまして、社内的には実は非常に反対があったんですけれども、まあ、何らか説得押し切りまして、バックナンバー、タンパク質拡散酵素のバックナンバー、あまり古いものは公開してないはずなんですけれども、現在では、私どもライフサイエンスデータベースセンターから、公開 PDF の形で読めるようになっています。そして、全文検索もできるようになっています。でこれ比較的、かなりアクセス数も多くて、そういう形で、まあ、試蔵されていたバックナンバーが有効利用される、デジタル化により有効され利用される、まあ、典型的な例となって非常に良かったなというふうに個人的には思っています。で、まあ、ここまでちょっと話がずれましたけれども、新着論文レビュー、そして要求論文レビューでの、著作権とライセンスについて、お話ししますと、著作権は、それぞれの著者がそのまま保持しています。ただし、クレジットを明記することを条件として、転載、改変、再利用、これには営利目的での二次利用も含みますけれども、が自由に行えるようになっています。ですから、こちら、新着論文流、養育論流は、もう自由に、それこそコピペして使っていただいて結構ですし、クレジットさえ明記してくれれば結構ですし、極端なことを言えば、それをすべてダウンロードして、紙に印刷して、紙媒体として、例えば書籍として販売されても全く構わない。クレジットさえしてくれれば。許可取る必要さえもない。儲けていただいて構わない。というふうなものになっています。あと、図は作り直してきれいにしているという話、さっきちょろっとしましたけれども、これはすべて、JPEG ファイル、高解度の JPEG ファイルをダウンロードできるようにしておりまして、まあ、これも自由に利用ができるということで、皆さん、こちらのコンテンツをコミュニティ全体で、まあ、共有して、有効利用できるような、形を作っております。最後、どのコンテンツが信用できるということで、信頼性という話をしたいと思います。ウェブ上に、信頼性の高いコンテンツが存在することは必要だというお話です。先ほど申しましたように、ウェブ上のコンテンツは大量にあるけれども玉石混交、信用できるものあり信頼できないものも本当に山ほどある。そういった中でどれが信頼できるのかというのははっきり言って、それはもう見に行くのは至難の技、それをより出してくるのは実は至難の技だというふうに思っています。そういった中、私どもは、信頼できる、みんなに信頼できると思っていただけるコンテンツを提供していきたいと思っているわけなんですけども、新着論文レビューの場合、これは、トップジャーナルに掲載された論文を対象としています。まずそのことで、例えばネイチャーに載った論文なわけですから、そこできちんと査読なり何なりのシステムが行われるわけですから、まあ、少なくともその内容については信頼ができるだろう。そして執筆しているのは著者自身、その、内容が最もよく知っているであろう論文の著者自身が執筆しているので、まあ、誤解なども生じることも少ないということで、この2点において、信頼性は担保されているというふうに思っております。それから、領域融合レビューの方なんですけれども、まず一つは、学会との共同によるということです。まあ、私ども DBCLS、ライフサイエンス統合データベースセンターも、まあ、大学共同利用機関法人という、まあ、ある程度公的な媒体ですし、学会、各学会、生命科学学会という、まあ、公的な元の、共同事業としてやっている。それから、編集委員、それから執筆者、査読者、これらは全てその分野の第一線のトップの研究者であるということ。それから、先ほどもちょっと見ましたが、査読者によって実質的なきちんとした意味のある査読システムを取っております。きちんと査読いただいて、それを著者に戻して、で著者がそれを、きちんと開講することによって初めて受理
という形をとってまして、まあ、そのことによって、領域用レビューでも信頼性 を担保できているというふうに考えております。あと、もう一つ重要な点、最初のキーワード編集が、信頼性につながるというふうに考えています。で、共に、生命科学を専門とし豊富な経験を持つ編集者が、用字用語の統一など綿密な作業を行っています。この、豊富な経験を持つ編集者というのは私のことなんですけれども、非常に綿密な編集作業を行っていると。でその中で例えば、記述に不正確な点がないか、曖昧な点がないか、あるいはレビューの中で矛盾などがないか、チェックしております。そういったことで、この信頼性ということにおいても、プロの編集者の介在することが必須ではないかというふうに考えています。新着論文レビューと融合論文レビュー、3つのキーワード、編集、信頼性というのを、挙げてきました。私の、講義は基本的に内容はこれで終わりです。で、こちら講義に伺わせて何回か、講義させていただいているんですけれども、いつも最後2枚同じスライドを使わせていただいています。編集者の将来と書きました。先ほど特に、電子出版あたりのところでもう出版社がなくなっちゃうかもしれないという話をしました。それから、電子書籍化に伴って紙媒体雑誌や書籍などがなくなってしまうんじゃないか、現に、私の編集長をやっていたタンパク質拡散構想なくなっちゃったわけですけれども、なくなっちゃうかもしれない。でも私個人としてはコンテンツがある限り編集という技術あるいは仕事はなくならないというふうに確信しております。今日述べてきましたけれども、ウェブの世界、これからのウェブの世界にいかに編集を持ち込んでいくかが非常に重要だし、私自身としてはそれを、自分の職務として考えていきたいというふうに、これまでの試み、これからもやっていきたいというふうに思っています。そしてもう一点、皆さん、ここに講義を聞いていただく皆さんに、私個人として僭越ながら、ロバシンながら望むこと、二つあります。一つは、広い視野を持って生命科学全般を見てほしいということです。皆さん、博士課程の学生さんですから、自分の専門分野があって、その分野の研究をなさっている。で、その分野にとっては多分世界で一番よくご存知のはず、エキスパートのはずです。ただその狭い分野、あるいは構造生物学なり何なりの狭い分野に限らずに、皆さんできるだけ強い性を持って生命科学の全般を眺めてほしいなというふうに思っています。でやはりこれから将来研究分野が好むと好まざるとに関わらず変わっていく可能性もあります。それからやはり新しい発見というのは自分の専門分野だけじゃなくて他の違った分野との融合なり関わりによって生まれてくるものだと思います。そういうこともありますから、できるだけやはり広い性を持って自分の専門分野だけにタコツボ化するんではなくて生命科学全般を眺めてほしいなというふうに思っています。二つ目です。知的好奇心を持って新たな知見を楽しんでほしいと思います。まさにやはり、論文を書いて学位をもらわなければならないわけですから、もう研究ある意味それは仕事あるいは義務デューティーであってあるかと思います。ただそういった中でもやはり研究なりサイエンスなりのやっぱり原動力になるのは知的好奇心じゃないかなと思います。ある意味やっぱり遊び心みたいなことも大事だと思いますし、そういった観点からやはり新たな知見をやっぱり楽しんでほしいなと。研究者というのはある意味一番幸せな職業の一つだと思います。で自分で、本当に新しいことを見出して自分が本当に世界で初めての第一の発見者になる、非常に幸せな商売だと思います。そういうこともありますから、やはり知的好奇心を持って新たな知見をぜひともエンターテインメントとして楽しんでほしいなというふうに思います。で、この2つの点、私はやっぱり日本語コンテンツを充実させることによって
お手伝いできたらなと思っています。ご清聴ありがとうございました。これで終わります。